はい、そっかじくのコブです今回はね否定ということで「いな」と書いてますけどもまあ私自己否定論って結構好きなんですよで、すよ自己否定論って言うとすぐにねあの自分のことを否定しすぎるとなんか自信がなくなりませんかみたいなことを言われることがありますけどもこれは別に人格否定をしてるわけじゃなくって何かを取り込もうとしてる時何か問題解決をしている時にあのすぐに問題解決できないわけなんですよその時に何でなんだろうとかね 特に人に気持ちを伝えるときになんで分かってくんないんだとかねここまで言ってるのあいつ分かんねえんだよっていうふうにいつも問題を他者に求める人っていうのは自己否定できない自己肯定してる人なんですよでこういう頑固な人っていうのはまあうまくいくことはないでしょうねでも同じようにうまくいかない時でもあれ他になんかいい伝え方ないかなとか他にいいやり方ないかななんでそういうやり方に自分は気づかないんだろうかなんでもっと 相手の人のの人気持ちにになななっってて言葉を選べないのかなっていかう,ふうに自分に原因を追求していくとまあ深掘りできるわけなんですよね自分の内側が。でも自分は正しいんだけどもあなたが悪いよっていうスタンスだとあの相手の方もかくなになっちゃってねで相手の方も自己肯定感にあのすごく防御に入っちゃってね。 もううやり合っちゃうわけなんですよで論破みたいなのが流行るみたいなことになるんですけどもそもそも論破する必要がなくて論破するんだったら自分のことなんですよね。なんで自分は理解力がないのかなとかどうやったらあ工夫がさらに一歩進むだろうか問題解決するためには自分が打てる手っていうのはどのぐらいあるだろうかそして自分に問題解決の知恵や知識が足りないんだったらあ誰にそれを教えを請えばいいのかなっていうことなんですよね。であのの自分の給料が安い人も 会社がお金を意地悪で払ってくれないって考えちゃうのかねそれとも自分の能力に見合ったお金が振り込まれているっていう風に考えているのかで全然違うわけですよ単純に言ってサラリーマンをやっていてね給料が足りないと思ったらじゃあ自分の腕で新しいお客さん連れてきてそのお客さんに自分の勤めてる会社の商品を10倍売るようにしてそれでも給料が上がらなかったらこれはね不平不満を出してもいいと思いますけどもいやそんなね お客さん呼んでくれて商品を売ってくれてみたいな社員さんを会社が抱えると会社っていうのはすごく状態良くなりますよねでそういう社員を大事にするしよその会社に行かれたくないから給料を多めに払うと思うんですよこれ当たり前のことですよねでもなんで給料が上がらないかって言ったらはっきり言ってやめてほしいからなんですよ、うん、やめてほしいけども給料下げらんないししょうがないから払ってるんですよでプラスほのかな期待をかけてどっかで目覚めてくれないかなと思ってるんですよね そのぐらいの扱いなんですよ。給料が上がらない人に対して経営者が何考えてるかって言って。あの従業員さんの生活とか家族のことを何も考えてるわけじゃないですからね。いやむしろそれを考えてもらえるような人間にならなくちゃいけないんですよ。一社員が。そういうふうにして働いてる方が周りのやつがバカばっかりって考えるんじゃなくてね。 えー、最もバカなのは自分の能力を引き出せない自分自身そして周りの人の能力を引き出せない利用できない自分のことなんじゃないかなと思うんですよそういう風にして否定論を他者に向けていくんではなくて状況や時代に向けていくんじゃなくて自分の内側に何でだろうっていう風に追求することによって自分自身に対してすごく興味が出ていってね自分の人格を否定するんじゃないですよ人格っていうのはその仕事についていない自分のところにも込みでですからねでもそうじゃないんですよ美味しいものは美味しいって感じるでしょ人格者なんですよそういう人は ゴミが落ちていたら拾うででしょ。人格者なんですよ。だからそこじゃなくってあの高い給料をもらえる自分にどうやったらなれるだろうかとかね問題解決をもっともっとできるような自分になるためには何をすればいいのかなっていうふうに意識が向くこと向かない人っていうのは自分には原因がないと思っちゃって自己肯定論なんですよ自己否定論にずっと持っていくとね自分の中に必ず答えが見えるんですよ。そそそれれは自分にののの能力がなないいっっていううももつの答えかもしれません。そうなったら、 自分の持っていない能力を持っている他者を探しに行くってことができるわけなんですよね。でどうしても自分にできなくてもできる人を探してきてその人に代行してやってもらう、うん、時にはねその人に代行料手数料を払ってでもやってもらうってことをすれば問題解決が必ずできるってことになると思うんですよ。で結局あの問題を抱えてる人ってのはねあの誰が問題解決してくれてもいいんですよ。友達の友達が問題解決してくれてもいいんですよ。 結果的に問題が解決できればねで。その積み重ねでできてるんでしょうね、きっとね。私は自己否定論がこれからも自分の身を救ってくれると思いますけどもね。行ってらっしゃい。